はい、皆さんこんばんは。今日は群馬県の大子駅に来ています。これちょうど今目の前を羽根車が走っていくんですが、この駅は上毛電鉄線の駅となっています。で、今走っていったように、この上毛電鉄線は昔京王井の頭線で活躍をしていた列車っていうのが現在走っているんですが、あれかな、列車を車庫に入れるための入れ替え。あ、そうそう、今は実は時間が間もなく23時30分になろうとしています。おっと、入れ替えをするとのことで、全然あれですね、踏切がなんか謎にこの深夜の開かずの踏切がしていますが、実はこの京王井の頭線が現在走っているこの上毛電鉄線で、なんとあの東京のあの地下鉄が次に走るんですって。ということで、あの地下鉄、まあ不思議なカラーリングをしました、とある電車の試運転が2月1日と2日の深夜に行われましたので、今回はそんなまた新しく他の場所に行ったよねっていうあの東京の地下鉄を皆さんにご紹介させていただきたいと思います。実はこれまでにないようなカラーリングをしていたりもするらしいです。ということで、一体それはどんな列車なんでしょうか。では今回もよろしくお願いいたします。さて、早速大子駅が見下ろせる場所にやってまいりました。そこには先ほど走っていきました列車で、ちょうどね、運転士さんが降りてこられたようなんていうのを見ることができました。これが京王井の頭線の車両になっていて、この上毛電鉄では700型っていう名前で使われています。この列車は1998年から営業運転をされていました。まあ、そこからはずっと、まあ、前の顔っていうのが紫だったりオレンジだったりとかで違うんですが、横側については上毛線用に緑と赤のラインカラーが施された車両で、まあ、しばらく、ね、この列車、まあ、一本体制でここまで来たよっていうものになっているんですが、奥側をご覧ください。奥側のこの車庫がちょうど大子駅にあるっていうだけなんですけど、真ん中になんか不思議な列車が一本止まっているのがわかると思います。ライトが上ではなく下についていて、おまけに方向幕ではなく右上のところになんか方向幕があるというか LED みたいなものがついているのが見えると思います。なんかどこかで見たことがあるような車両、そう、これが今回の主役である上毛線の800型と呼ばれる新しい車両です。さあ、警笛が鳴りました。警笛はなんか東京というか地下鉄の音ではないような感じがしたわけなんですが、いよいよこれ時間がだいたい23時35分ぐらいなんですが、奥から電車が出てきました。では早速音を少し聞いていただきたいと思います。はい、ということで目の前に現れた2両編成の車両、音も上毛線では初めてとなる VVVF インバーターのような音が聞こえてきましたね。そしてこの車両、そう、まあ、この顔どう見てもってことで、そうなんです、この車両は元東映じゃなくて東京メトロ日比谷線で使われていた03系でございます。03系が試運転、まあ、要はこの群馬にやってきたよっていうのが今回のお話になっております。このように横側見ていただくと上毛って書かれてますよね。前側が灰色で横側が赤と緑色になっているのが特徴になっていますが、この03系は変わって800型っていうんですが、この車両が上毛線の新しい車両になっております。
もちろん日比谷線で使われていましたが、現在はもう1万3000系に変わってしまったので、まあ、余ったよってことで、まあ、全国各地に散らばっているのがこの03系となっていますが、この車両が、まあ、上毛線の方にもやってきたよっていうのが今回の列車になっています。車内の方を見ていただくと、このように整理券をお取りくださいということで改造が施されているのがわかると思います。まずはせっかくですから早速列車の方を見ていくとしましょうか。いや、中側がこうね、緑っぽいカラーリングさえしてるのも全然日比谷線自体とあんま変わんないなって感じがするんですが、前のところだけ灰色を残したっていうのが何とも言えない、あの日比谷線だったっていうのを示していますよね。ただ、まあ、足元のとこ見ていただくと、あの車輪とか全部こう変わっているのがなんとなくわかるかと思います。日比谷線時代は8両編成で運転をしていたので、真ん中をごっそり抜いたっていうものになっております。方向幕は赤色で試運転になっていて、日比谷線時代は3色 LED になっていたはずですから、方向幕っていうのも変えたよっていうのがわかると思います。中の座席は赤色で、真ん中にポールが立っているものっていうのを感じなんで、あんまりそこは大きく変わってないですね。で、これ列車が811っていう風になっています。03のうにゃうにゃっていうわけではなくって、800型ってことで、ここは全部変えてあります。まあ窓もね、前代あのさっきの東映京王井の頭線の車両とは全く違うよっていうのがわかりますよね。車内の方を見ていただくと、試運転ですから様々な方がこう乗ってらっしゃるのがわかると思います。扉の内側にはドアに巻き込まれないようにっていうステッカー貼ってありますが、このステッカーは東京メトロ時代のものをそのまま使われているって感じがしますよね。先頭車両、錦流型にパンタグラフが2機ついているのが特徴です。シングルアームのパンタになっています。上側では上毛鉄道線のマークがついていますが、このマークの下側には A 段地下鉄の時の S マークがついていたはずです。で、一応ですね、奥の列車じゃなくて、パンタグラフが2機ついているわけなんですが、これは新しいものだと思われます。確か日比谷線の時代はひし形パンタだったはずなんで、これも改造したということになっております。で、横側の方ですね、下なんですが、赤色と、まあ、緑色の帯になっていて、ここはね全部変えたよっていうのと、あとは下側に VVVF のインバーターが付けられていて、両方かな、はい、一番前の車両も後ろの車両もついています。で、これ錦流方面は1号車ってことで、メトロ時代の1っていうのがそのままついています。あとは半自動ドア、結構ね今日も寒いんですが、半自動ドアに対応できるようなボタンっていうのが押されております。まあ、左奥に止まっている車両と比べると随分とやっぱり新しくなったんだなっていうのは分かりますよね。いやー、これまで一応ね、まあ、あとはそう真ん中にね、謎のなんかポールじゃないですが、ピンク色のものが立っていて、多分これは今回の試運転に際してだとは思うんですが、その謎のものがあったりとか、あとはテーブルが置かれていて PC でいろいろ準備というか中の様子を見ているよっていうのも分かりました。で、これが中央前橋方面ですが、前橋方面は821っていう風に書かれております。まあ今ね、いろいろと全国各地でこの列車走っていて、一番遠くは熊本でもこれ走ってますけど、まあ、その辺とは比べると結構まあ色とかも大胆に変えたなって感じですね。うん、長野とかは逆に前側は赤にして横側は灰色なんですが、こっちは前側は灰色で横側は上毛線みたいな色にしたっていうのが特徴ですね。いや、こちらも同じくモーターがついています。で、これもね、一つまあ驚いたっていうわけなんですが、2号車って書いてあるんですね、これ右側のところにね。そうワンマン列車で運転していきますので、運賃箱っていうのが用意をされています。で、これもともとは1号車と8号車になっていたので、2号車のこのステッカーは明らかに貼り直しになってるはずなんですが、これ2号車のステッカーっていうのはメトロさんから別でいただいたんですかね。多分8だったところを変えてると思うんですけど、これはちょっとびっくりしちゃいましたね。ちゃんとだってフォントもメトロですから、多分もらったのかなっていう気がします。で、あとは扉の前のところに黄色、警戒予測の黄色がしっかりとつけられていて、これは多分改造だと思います。で、横のところにも東京メトロではなくて上毛っていう風に書かれているのと、あとは灰色の帯っていうのはね、そのまま残されているんですが、確かメトロの日比谷線って灰色と黒とかが入ってたと思うんで、この灰色の帯っていうのは上毛線が別で用意したものだと思います。お、方向幕変わりましたね。ワンマンの錦流っていう風に、うわー、ちょっと携帯ながら見えないんですか、一瞬変わってまた試運転に戻りました、に変わりました。実はですね、
動画ではなかなかお伝えしにくいんですが、この時車内では自動放送が流れておりました。なので自動放送、まあ、今日はねこれ試運転2日目なんですが、自動放送とかを含めて営業っていうのも想定した試運転が行われるのではないでしょうか。まあ、最後の最後が、中央前橋に23時40分に着く列車、西桐方面から来た列車なんで、多分これ配線的にもではあるとは思うんですが、このまま西桐生に試運転を行っていくと思われます。であと一番前側ですが、運転台とか見えていると思います。ワンマンっていう風にそのまま乗っているのと、やっぱりね帯がちょっとやっぱ日比谷線からすると違和感があるんですね。でもまあ日比谷線から来たよっていうのをこう残すための灰色にしてくれたっていうところがなんかちょっと嬉しいですね。なんとなく流れてはいたんですが、皆さんは聞こえましたか？一応ね車内放送は流れていました。で前側のところもこれ821って書かれてて、左側のところは真っ黒系なんか隠されてる感じがするんですね。現役の日比谷線現役当時はこの上のところに03のうにゃうにゃっていう風に書かれていたわけなんですが、そこもしっかりと、まあ、メトロフォントではありながらも821ってことで新しく変えたよっていうのが今回の列車になっております。で運転台の下に V っていう風に書かれてるんですね。 V と左側にワンマンって書いてあって、もちろんワンマンはここに来て初めて付けられたと思うんですが、 V はねよくあるじゃないですか。 K とか V とか半蔵門線の車両とか、あとはその日比谷線の車両とかに貼られているとは思うんですが、それがね残っているのかなと思います。はい、なのでまあ多分意味はあまりないとは思うんですけど、そんなねマークっていうのも残っているよっていう感じになっております。はい、であとはそうですね、まあ窓も全然違うし、まあ言うてもね奥側の車両も98年、ただまあ98年に来たとは言ってもその来たところからもう随分ね何年も井の頭線で活躍してた車両ですから、まあ相当古いよっていう話なんですよね。どっちかっていうとこの手前側の日比谷線は確かそもそも98年とかにデビューしたような車両になってると思うんで、まあ、そっからしたら随分と新しくなるんだなっていうのが分かると思います。まあにしてもですよ、何にしても東京メトロの車両ってのは人気ですよね。ほんといろんなところに散ってくんだなっていうのが面白いんですが、まあそんなものと、あとはこれですね、内側のところが半自動ドアが多分今使われていると思うので、ライトが緑色のライトがついているのと、整理券のところもねなんかついていたんで、もしかしたら整理券がしっかり発行できるかどうかっていうのをチェックをしているのかもしれません。さあじゃあですね、このあと列車がまた出発をしていきますが、運転台、あこれワンハンドルマスコンになってますね。なのでワンハンドルマスコンがそのまま踏襲をされている感じなんでしょうか。はい、なので運転台は右側になんかマイクみたいなのがついているんで、これはワンマン用で新しく追加だと思うんですが、マスコンとか確か日比谷線の時も一番古いやつはツーハンドルですが、そこそこ新しい系はワンハンドルだったと思うんで、多分そうなってるのかなと思います。で前側のライトとかですが、ライトにつきましてもこんな感じで、灰色になっていますね。あ灰色じゃないですね、ハロゲンというか黄色のライトになっております。新しい車両にした時って白色とかにするってイメージがあるかと思うんですが、この列車については白ではなくて黄色になっております。じゃあそろそろね列車が動いていくと思うので、出発の音聞いていただきましょう。まあこんな感じで結構ゆっくりの出発でした。いやいきなりねフル加速するのかなとか思ったんですが、結構最初はゆっくりゆっくりって感じでしたね。いやでもねなんかやっぱりちょっとなんか灰色のニュアンスもちょっと違う感じがしますが、上側の黒の821の左のステッカーとか気になりますね。やっぱ剥がしたらね03で出てくると思うんでそこら辺もちょっと気になっちゃったんですが、こんな感じで2両編成で列車が西桐生の方に出発をしていきました。本当にゆっくりで、まあ、この時間出発の時間なんですが、だいたい23時50分ぐらいとなっていましたので、まあ、この時間もちゃんとね信号とかが対応するんだねっていうのも面白いんですが、それだけではなくってやっぱり23時40分に中央前橋に到着をして、一応今回の試運転っていうのが終列車が到着をして、まあ、始発列車が動くまでだよっていうのが事前に予告をされていました。まあ、普段はこんなに遅い時間走らないっていうのもあると思うんですが、沿線住民の方に向けてだと思うんですけど、それが紹介されていて、区間が西桐生から
中央前橋までの区間だよっていうのが沿線住民の方向けの含めて予告をされていたっていうのが今回の試運転です。まあ、ちょっと駅を出ていくとそこそこ加速をして出発をしていきました。で、そこからだいぶ西気流駅の方にやってきました。先ほどの試運転の列車は西気流の方に向かっていたので、西気流方面に一生懸命ちょっとね追っかけていまして、ちょうど月が三日月ではあるんですが、綺麗な月をしていて、で線路の方もこんな感じで、さっきのところは複線ではありましたが、この辺は単線で非常にこう落ち着いた場所。この駅がですね、丸山下駅という駅までやってきました。実はさっき2つ手前の天王宿駅というところで、試運転の列車がいましたので、今回はねちょっとそこからまた少し先に行くよってことで、この丸山下駅というところにやってきました。まあ、途中駅でもねちょっとぜひ見てみたいなということで、こんな感じで、まあ、さっきの大御駅とかはしっかりとあの改札とかがあったような駅になってたんですが、それ以外は本当にシンプルなこんな感じで一面一線とかっていう駅になっていて、ここにね日比谷線の車両が入ってくるのかっていうのがちょっと面白いんですが、ちょうど音がしてきましたよ。わ、すごい、めっちゃベストタイミングでしたね。はい、ということで奥の方からやってきました。やっぱライトが下側っていうのがこの前橋では珍しいんですが、すごいゆっくりゆっくりと入ってきましたね。いや、こんなにゆっくり、多分営業運転とはまた違うからだとは思いますが、非常にゆっくりで、右上の方向幕もなんと試運転ではなくワンマン西気流で入ってきました。これだとなんかまるで乗れるんじゃないかなって気がしちゃいますが、もちろん乗れません。そして列車は非常にこうゆっくりゆっくりとなんと通過をしていきました。0時54分深夜に西気流行きが通過をしていくという、まあそもそもね通過もあんまりないんですが、いやいやいや、でよく見るとこれまたあの熊本とは違って下側にスカートはついていませんでした。いやー、ということでこの丸山下駅は通過みたいな感じになりましたね。非常にゆっくりと、まあ普通は普通列車しかないこの路線ですから、駅を通過していくのも結構珍しいですね。で、駅を少し離れると少し加速をして走っていくというのと、あとはまあほとんど人がもう出会わないからとは思うんですが、方向幕が試運転からワンマン西気流に変わっていましたね。おー、深夜1時の電車が西気流に向かって走っていきました。いや、これはねすごい新鮮ですね。結構ねやっぱ早いですね。はい、というわけで、ね、まあもうあの西気流駅も近いですので、せっかくですからじゃあちょっと西気流駅の方に行ってみましょうか。ということで終点の西気流駅にやってきました。上毛電鉄線っていうのはこの西気流駅から、中央前橋駅ということで、前橋駅まで、まあ、前橋駅ではないんですが、前橋駅の近くまでを走っている路線となっております。お、これはどうなってんのかな、入っていいのかいけないのかちょっとよくわかんないですね。ただいましたね。はい、こんな感じで電車が止まっていて、かつての車両と、お、行き先が今ちょうど変わった、試運転に変わりましたが、並んでいる様子が見えました。おー、でね、ドアが開いているようなんて様子も見えますね。わー、こんな感じでね、群馬にこういった形で列車がやってくるというのもなんかね不思議な感じですね。右側も京王線の車両、左側も東京メトロの車両ですから、まあこうね、いろんな場所に行くんだなっていうのと、この二郎さん系っていうのもね、熊本にもいますし、長野にもいますし、本当世の中どこでもいるねっていうのがちょっと面白いんですが、ちょうどね、電車がね、今止まって、折り返しのためのまた試験を何か行っています。まあ、ちょっとね、行動というか、ホームの方から入っていいのかどうかさっぱりわかんないんで、他の駅とか無人駅だったらまだしも、ちょっとね、ここについてはどうかなと思っていろいろと探ってみたんですが、やっぱホームにね、普通にいる人ってほとんどいないんで、とりあえずちょっとで今回僕もね、ホームのというか中の方には入るんじゃなくって、ちょうど横に、行動ですね、ここ今行動なんですけど、行動から見える場所がありましたので、ちょっと電車がね、横にドデーンと止まってるとこにやってきてみました。そうすると、車内の方がこう、いい感じで実はね見えましてですね、よいしょ、こんな感じでこう気になっていたとこが見えます。これはい、東京メトロ時代の LED のものが使われてますね。これ春日川って書いてあるのかな、ちょっとよくわかんないんですけど、一番なんかこう前の春日川かって書いてあって、なんかで書いてある、なんか出口は一番前の右側ですみたいな感じで出てますね。ですからメトロ時代のものを
ツナはね使ってるんだよっていうのがこれで分かりましたね。はい、いやいやいや、もちろんコナナはね乗れるようになったら分かることではあるんですが、しかしメトロのものをね使わないところもありますし、まあ、使ってるところもあるってことなんですが、この上毛線につきましてはしっかりとね、使っていくよっていうのが今回分かりましたね。はい、で方向幕の方もここ到着するときは錦流でしたが試運転に戻ってますね。いやー、ということでね一応使うんですね。いやー面白いな。あ、消えちゃった。あ変わった変わった。おお、出るのかな。こんな感じで方向幕がですね中央、あ、また試運転だった。さっき一瞬で、ね、中央前橋になりましたね。まあ、今回ね2日間行っていたんですが、結構ゆっくりゆっくりこう走っていましたので、まあ、それもあってですね、なんだ、放送機器とかっていうのを対応してるのかなとか、そういうものが行われたんでしょうね。あ、左側に見えますね。LED の左側のところにドアチャイム用のライトや、ね、穴が残ってるんで、これも多分そのまま使うので、東京メトロならではのドアチャイムが聞けるのかもしれないですね。はい、ではですね、こんな感じで錦流駅、乗ってらっしゃる方々もですね、皆さんトイレとかで休憩をなさっていたので、まあ、そういったところもね重要なのかなっていうのが分かったわけなんですが、よく見ると関東の駅100選認定駅らしいです。もう時間もね1時10分サンライズが半厚駅に着く時刻となったわけですが、じゃあね多分もう列車も左側向いてライトも変わっているんで、最後にね行き違いができる駅で少しね見てみたいと、なんか出発ライトかあれはかなと思うんですが、行き違いができる駅だと多分止まるんじゃないかなと思いますので、そこでね見てみたいと思います。はい、そんなわけで1時15分にまたこの VVVF 新しい音を轟かせながら錦流駅を出発していきました。はい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 、ということでそこからまた少し移動してきまして天王宿駅までやってまいりました。あ、ここでもねまたドア開いてチェックしてますね。ああ、行き違いの駅っていうのもあってだと思うんですが、一応ねホームの多分チェックなんていう感じで一応ね人がね降りてこられてまた乗ってるのかな、っていう感じになりました。一応ねここ踏切がまだ上がってますのでね、なんだ下がってないよっていうこともあってだと思うんですけど、しばらくね停車をするよっていうのがここでわかります。こんな感じで真横で電車が見えるという、ちょっとねホームをね行こうと思ったんですけども、すでに電車がね来ていたのでホームの方はね行けないよって感じだったんですが、どう、あ、メトロのドアチャイムだ、ということでメトロならではのドアチャイムが残ってましたね。ということでちょ最後にしようと思ったんですが、ちょっとこれなんか物足りない感があるんですが、今ねドアが閉まってねメトロのドアチャイム流れてましたね。おー、という号で結構新しいような音で、確か北陸鉄道線の03系と似てる音なのかなと思うんですが出ていきました。いやちょっとねメトロっぽいドアチャイムが聞けたのが良かったです。その後車で追っかけをしていたら途中で踏切があったんですが、踏切でですねまさかの鳴っていたので、ちょっとね通過していく様子を見ていただきたいと思います。と違ってめっちゃ早いですね。おまけに方向幕はそのまま試運転でした。先ほどの駅からまたしばらく移動してきまして、今度は上泉と呼ばれる駅にやってきてみました。だいぶもう中央前橋、前橋駅の方に近くなっているこの駅も行き違いが行うことできる駅となっています。ダイヤとかねよく見てみると、朝一番早いのが錦流方面5時32分で、夜一番遅いのが23時33分の中央前橋だよっていう感じになっていて、結構ね錦流まで670円とかも含めてなかなか長い距離を走っていくのがこの上毛鉄道線なんだなっていうのがわかるのと、これ改めて見てみると赤印は赤城で特急両毛に乗り換えできるよとか、黒印は
東武の普通列車に乗って大田から特急両門乗り換えできるよっていう具合に、結構こんな感じでね、赤城駅っていうのがまあ大きい駅になっていて、両門だから JR で前橋の方から東京に出ていくっていうよりも両門に乗り換えて浅草の方に出ていくっていうのが意識されてるのかなっていうのがよくわかりますね。はい、そんなわけで、まあじゃあここがね行き違いの駅になっていますから、まあちょっといつ来るかちょっとわかりませんけど、これでまあ最後にここの駅で列車の方を見ていくという感じにしましょうかって思って、1時間以上この駅で待ち続けたんですが、いや全然来なかったですね。っていうかあれだけの速度だったんで、正直僕は前橋方面に行く列車が来る前にここに来れたのかなと思ったんですが、なんか全然前橋方面も来ないですし、逆にじゃあ前橋まで行ったよってことで前橋まで行って戻ってきたかっていうと、全然そんなこともないよっていう感じで、いや全くね動きがないということで、もうね時間も3時半になってしまいましたいやいやいや、とんでもない遅い時間でしたね。スタートがね11時半と結構早かったんで、もう今回はね宇都宮のあの LRT の試運転並みにというか、もっと早く終わるかなと思ったんですが、まあ距離も全体で25キロっていうのもあるんですけど、ちょっとねなかなか来ないんで、一旦ちょっとねこの辺で今回はまあ一応列車が通過したり止まったりっていうところは見ることはできたと思うので、まあこの先は実際にデビューした時にちょっとね任せることにしまして、今回はね一旦この辺でちょっと終了してみたいと思います。まあ線路とかもこんな感じで、1067っていう狂気っていう線路になっていて、赤城っていうところで東武線と線路がつながってるんで、東京メトロのあの日比谷線が東武線を経由してここにやってきたよっていう、まあ、そんな歴史になっております。2月下旬にデビューするよってことで、その最初の第一歩が2月1日と2日の深夜の試運転となっていましたが、いやでもね本当にここまでずっと VVVF インバーターの列車とかっていうのは全くなかったところにやってきまして、まあそもそも03系だってそんなに新しい車両ではないんですが、でも1個前の車両と比べたら随分と新しいような感じがしました。いやちょっとねデビューしたらねぜひ乗りたいなっていうのと、なかなか03系も全国いろいろ飛んでるなっていうのはあると思うんですが、今回はそんな新しいというのかな、上毛群馬にやってきた、前橋にやってきた日比谷線の車両の試運転の様子を皆さんにお届けさせていただきました。いや無事にね試運転も終了し、営業運転に着くことを願いつつ、今回の動画終了させていただきたいと思います。はい、ということで今回の動画は終了します。この動画が面白かったという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。